い、ということで、鈴木徹選手対するは熊田原翔之助選手の対戦ですね。さあ、鈴木徹選手といえば今この60の点取りっていうところで言えば多分日本でも多分有数だと思うぐらいすごいんですよ、点取りは。いや今トップクラスじゃないですかね、削りに関しては。もうアベレージも90代に顔出してますし。そうなんです、あのスピードプレミアムリーグでもですね今あのアベレージトップなんですよね。まあ、大体浅田選手じゃないんだろうかって言われてたんですよね、戦前は。ところが今鈴木徹選手がそれもアベレージでかなり2位と引き離してる感じで。さあ対する鈴木徹選手もスティール歴長いですからね、8年と。そうなんです。さあそして 1.43 センチ熊田原選手に対してさあ熊、最近こう急上昇中の久留米の熊田原選手、果たして鈴木徹選手どういうダートするのか見ものですね。熊田原選手もいいリズムで投げますね。いいリズムだし柔らかいですよね。柔らかいですね、はい。まあでも本当にこうやって、こう今までですね、このアジアを歴戦しないと PDC の代表選手が決められなかったんですよ。はい。だからもう本当職業ダーツプレイヤーしかできなかったことがですね、まあ、この先どうなるか分からないですよ。今年だけコロナの状況でこういう状況になったかもしれないし。ところが、はい、国内でやれるってことでですね、こういったこう新鋭とかですね、最近伸びた選手がですね、あのスターダムに乗るチャンスだとも思ってるんですよ。さあ、飛んできた。もっとこういうあの大会のチャンスが、まあ、PDC を意識した大会が増えたら、どんどんレベルが上がっていくと思いますね。すね、PDC アジアとかなかなか遠征できない選手もやはりいると思うので、国内でできるっていう大会は大きいですね。さあこれで124先に上がり目を出してきました、熊田原翔之助選手。さあ124の20からで、さあこれはどうするんですか。トライク、これはトライ残す、うん、ブルー残しですね。さあ14シングルからのちょっと飛ばしましたね。ちょっと意識しちゃいましたね。さあ鈴木徹選手、さあ15ダブル、おっと一投目からガッツポーズ。15ダブル結構あの難しいんですよね、中に入れたくないから結構強気できましたね。13ダーツブレイクスタート、熊田原翔之助選手、鈴木選手から。これちょっと意識しすぎてほしくないですね。ワンレッグ目のような自然なダーツ、そうですね、あの鈴木選手はもう切り替えて、もうまず自分のダーツしてブレイクをどっかで取り返すみたいな、そういう感じでいいんじゃないでしょうか。
熊田原選手いいじゃないですか。柔らかいし、グリップ感がなんかいい感じですよね。そしていやトリプル率いいですね、熊田原選手。うわ、ワイヤー、ラッキー。さあ、そして熊田原翔之介選手、もうここはアレンジとか考えずにもう普通に削っていく感じですね。普通に削っていく感じですね。さあ、今ちょっと同時並行中でですね、別の試合も入ってきてますんで、さあ140、190残り。これ横もったいないですね。ちょっともったいないですね。まあだけど確実に上がり目を。さあ236残り。いやー調子いい。もう一本欲しい。いやさすが。決めてくる。さすがですね、この辺ね、もうダーツが落下しても動じないというのが素晴らしいですね。さあ、12か16か16チョイスしましたね。7入れちゃいましたね。7に入ってしまいましたが、さあ、トリプルダブル決めたいところ、決めないとまずいところです、でしたけど、アレンジまでですよ。得意の40出しましたね、好きなダブル。決まらず。うわあ、そこ決めたかったところ、回してしまいました。これ決めたら大変なことになってましたけどね。さあ、鈴木選手、はい、この3投で決めたいですね。決めなければいけません。決めなければいけません。いやー、これは。戻ってきましたね。これですよね。こうなると鈴木選手がちょっと楽になりましたね、気分的に。戻ってくると思わなかったと思いますし。さすが、さすがですね、ブレイクバック。ブレイクバックです。いやいや、さすがですね。これでちょっと熊田原選手またちょっと意識しちゃいますよね、当然。そうですね、取れたレグだっただけに。だけど次はもう後攻レグなんで、削ってチャンスを伺う感じですね、熊田原選手からしたら。逆に鈴木選手はもうやっとイーブンに持ち込んだので、もう自分のペースで来た、トメイティしましたね。トメイティナイスダーツです。カバーはしてきましたが、鈴木徹選手がもう手のつけられない状態になってきたんじゃないですか、ね、いやー、もうこのゲームはコントロールしてますね、ですよね、自分のペースで。
逆に熊田原選手はちょっと大きく削ってちょっと乱したいところ相手のですけどね、なかなかやっぱりこの辺がやっぱりキャリアの差っていうんですかね、もう完全に自分のペースですもんね。ここは上がり目だけでも出したいところ。上がり目出せず出せず、ここでだいぶ楽になりましたね。また6ダーツがあるので、そして20ダブル、サクッと。やっぱりダブル、あの3本だったですね。これで 2-1 ですが、さあ熊田原選手、ここはもう是が非でもキープしてってなるとやっぱ力入るんでしょうけどね。そうですね、最終レグに持ち込んだとしても後攻レグになってしまうので、まずはここを取りたいところです。取れてきた、トーン80スタート。いいキープですね、いいキープ。トンエティちょっと効いてますね。ちょっと効いてますね、ちょっと仕草にちょっと出てますね。はい、ちょっと引き締めていかないかんなっていう感じ。おっと、ここでトンエティからの140大きいですね。0番はもう自分のダーツを投げるだけっていう印象はあると思うんですけれども、やはりいろんな駆け引きがありますからね、プレッシャーのかけ方だったり。ここはトリプル2本欲しいところ、最低。そしてこれで上がり目は出ないですね。さあシングルダブルサイドから移動して、このダブル、まああのあと3本まあ投げれるっちゃ投げれるんですけどね。そうですね、だけど次の3本で決めたいところ、相手にはチャンスを回したくないと思いますね、この部分では。あー、ここでおっと、ここはこれでだいぶ楽になりました。楽になりましたね。さあ10ダブル、楽になったら決めれる。さあダークホース熊田原翔之介選手がなんと 2-2 で鈴木徹選手を追い詰めます。あそこで上がり目出してたらまたちょっと変わってたかもしれないですけれども、ね、楽させてしまいましたね。楽に打ったらやっぱり1投目決めてきますよね。はい、さあこれで鈴木選手のこのスタート大事ですね。さあ85スタート、140スタート。これは
これはすごいスタートだ。ナイススタートです。もうここはお返ししたいところ。お返ししないとまずいとこですよね。きっちり返してくる。さすが。さあ、熊田原選手。おお、トリプル絡めてきた、もう一本。ついていってますよ。まだ先行有利ですね。はい、まだいまだにね、鈴木選手の有利は有利ですが、上がり目出せず、さあ、ここで先に上がり目出すのが、熊田原選手なのか。おお、そして、いやいやいや、これはいか、いけない。もったいない。あ、もったいないですね。もったいないですね。少しね、横にずれ出してますね、鈴木選手、心配です。あ、さすが、3投目はきちっと。きっちり修正してきました。もうここはトリプル2本欲しい。うわ。ちょっとゴールラインが近づくと、ちょっと乱れてきましたね。そうですね、ここがやっぱりキャリアですか。経験とかはあると思います。130残り。さあ、これ決めれば、まあ、ジャイアントキリングって言っていいかもしれませんね。トリプルが欲しい。隣。左ずれがね、増えてきましたよね、熊田原そう選です手。ね。さすが。ここはきっちり決めました。さすがと言いますね。ああ、もう。熊田原選手。まあ、元に戻せば、やっぱ2レッグ目のダブルですよね。独自に開発したコンドルカットで空気抵抗の軽減を実現。まるで紙飛行機のような軽やかさ。